はい、皆さんこんにちは。今日は18マジスタ運転してます。帰るんですけど、帰るまで、動画撮影していきたいと思います。運転視点でちょっと撮ってます。カメラね、まあいい天気ですね。すごい花粉がちょっと飛んでますけど、まあそこは気にせず、いや気になりますけどね花粉症なんで、花粉症なんで気になりますけど、まあ気にしないようにしてます。鼻水ダラダラですよ。なんかコロナウイルスすごい流行ってますね。オリンピックも中止になったし、どうなるんだろうね。志村けんもなんかコロナウイルスになったみたいで、今入院してるんですよね。なんかヤフーニュース載ってました。と怖いですね。お、めっちゃ桜咲いてんじゃんね。なんかあの TikTok でコメントがあって、こういうコメントだったんですよ。まあ、犬を引き取りたいんですみたいなコメントが来てたんですね。なんか詳しく教えてくださいって言われたんで、ああいいですよいいですよって言ってコメント僕返したんですよね。でどういうところ行けばいいですかみたいなことを書いてたんで、まあ返したんですけど、ああまあ年収だったりとか、なんかそういう審査みたいなのがありますけど、まあ、保健所に行くよりは保護犬カフェとかに行った方が、まあ、審査的には、甘いですよというか優しいですよって言ったんですよね。そしたら、いや違うんです、うちの犬を手放したいので引き取ってくれるところありませんかっていうのを聞きたかったみたいなんですよ、その人は僕に。マジかってなって、それ TikTok でですよ、 TikTok のコメントで言われたんですけど、マジっすかってなって、でその人お母さんだったんですよね。でそのお母さんの、息子が、ダックスフンドとですね、なんだっけ、あと1匹2匹飼ってたんですけど、その2匹を、まあ、息子が手放したいと。でなんで手放すんですかって聞いたら、まあ仕事が決まって住み込みで仕事するんですけど、その住み込み先がペットが不可なんで引き取り手を探してると。え、お母さんがまあ引き取れればいいじゃないですかみたいな話になったんですけど、まあお母さんはね、自分のお母さんと住んでて、そのまあ祖母ですかが犬アレルギーだと言ってて、犬アレルギーだから無理なんですって、だから引き取り手を探してるので、まあ僕にメッセージをしたとお母さん言ってるんですけど、まあ僕が伝えたのはですね、あのお母さん、あなたは最後まで、死ぬまでですよね、責任持って死ぬまで見なさいとっていうのを教えるのがあなたの役割でしょって、親なんだからって、そういうのを教えてあげてくださいと息子さんに言って、あなたの役割は手放し先を探すんじゃなくて、犬を飼える仕事を探しなさい、犬を飼える家を探しなさいと、そういう風に伝えてくださいって言ったんですよ、お母さんに。あなたはそれを教えてあげてくださいよって、犬をね手放すって言ってるのをお母さんも協力してどうすんのって、手放さなくていいような仕事をすればいいじゃんと、犬が飼える家に住めばいいじゃんと僕は言ったんですよ。そしたら、おっしゃる通りですと、もう一度家族で話し合ってみますって、まあ一応ね考え直してはくれたんですけど、いやただまあ一つ、もしそれでもどうしても手放すっていう風に決めたのであれば、もう一回連絡くださいって伝えてですね、ただあなたの役割は命の大切さだったり、そういうのを息子さんに教えるのが役割ですよって、最後まで見てくださいって言ったんですよ。犬2匹飼ってるかもしれないけど、その2匹は息子さんしかいないんですよって、息子さんじゃないとダメなんですよって、他の人じゃダメなんだって、息子さんがいいって思ってるはずだって、もう一回話し合ってくださいねって言って終わりました。そういうメッセージがね TikTok であったんで、ちょっとご紹介しました。またそういうなんか出来事あれば YouTube に載せていきたいと思いますので、ぜひ、見てください。最近あったねお話でした。バイバーイ。